はい、皆さんこんにちは、龍神劇場です。今ある、ね、大夫さんに来てます。って言ってもね、雑貨見てるだけなんですけど、はい、配信始めます。こんな感じです。物はいろんなもの売ってますね。はい、こんな感じです。はい、どうもとかなんか半額、もしかが半額らしいですよ。さて、雑貨じゃないですけど、電気系を見てみます。どうですか皆さん、ライフの雑貨で私ね、こういうのがね好きなんですよ。めっちゃ見るんですよ。どうですかはい、ライブ配信中です。まあって言ってもね、お客さんとかいっぱいいてるんで、あんまり大きい声でね撮影できないんですけど、お許しください。こんな感じで撮影してます。どうですか、付箋とかなんかいろいろ売ってますけど、はい、これめっちゃ可愛いですね。ね、ほんまにどうですか、いかがですか。まあこっちにね文房具系が売ってます。ここにはね銀行、上にね島村とかね百均、その上にその他いろいろ入ってます。ぜひ来てみてください。場所は八重の外です。知ってはる方見てるんですかね。八重の外のねニトリに来てます。龍神劇場が今八重の外ニトリに来てます。こういうね電化製品、まあ電化製品というかね電卓とかいっぱいいろいろ売ってます。こんな感じです。まあいろんなとこ見てみましょう。ちょっとあんまりね、あれなんですけど、あんまりみんな映せないんですけど、こんな感じですね。ここにはボールペンとかノリテ系とかがねいろいろ売ってます。ノートとか、すいませんねちょっと下手くそで、縄跳びとかね、はい、おもちゃ系が売ってます。どうですか皆さん、あんまり長くはできないですけど、ご了承ください。こういう絵の具とか筆箱とか売ってます。消しゴム、値段はこんな感じです。値段はこんな感じです。はい、ぜひ一回ね一度来てみてください。まあこんな感じで売ってます。あ、箸とかね、いろいろ売っております。ぜひ来てみてください。こんな感じです。はい、ここでね、鉄板とかいろいろ売ってます。結構ね、お客さんが多いんで、あんま大きい声で話できないんですけど、すいませんね。こうやっていろいろ売ってます。ぜひ来てみてください、皆さん。はい、こんな感じです。なんかね、歯ブラシとか。まあ、こっちにはね、タオルとか。いろいろ売ってるんで、ぜひ来てみてください。はい、こんな感じです。こんな感じで売ってます。